フリードリヒ・ビルヘルム・フォン・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリュックスブルクは、シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク・グリュックスブルク公。シン・グリュックスブルク家の祖。デンマーク5名は、フレゼリク・ビルヘルム・アスレース・ビ・ホルステン・セナーボー・グリュックス・ボー。デンマーク王クリスチャン9世の父親。シュレース・ビヒ・ホルシュタイン・ゾンダーブルク家の一員で、プロイセンの軍人だった、ベック公。 フリードリヒカール・ルートビヒとその妻のシュリーベン・伯爵夫人フリーデリケの間の長男として東プロイセンのリンデナウで生まれた。若い頃に本家筋のデンマーク王フレゼリク6世とその王妃マリーに預けられた。フリードリヒ・ビルヘルムはフレゼリク6世から交遇され、1810年には王妃の妹であるヘッセン・カッセル・公女ルイーゼ・カロリーネと結婚し、義理の兄弟となった。 1816年、父の死に伴って、ベック公爵位を相続した。1825年、王の許しを得て、シュレースビヒ公国のグリュックスブルク城の城主となり、シュレースビヒホルシュタインゾンダーブルク・グリュックスブルク公を称した。フルグリュックスブルク家は1779年に断絶していたため、その加盟を引き継ぐ形となった。1831年、ゴットルフ城で死去した。 ルイーゼとの間に7男三乗を設けた。ありがとうございます。